え本名までこれもね。ああまあ、結構多い。本名を聞かれる。うん、通かよ。人に名前聞くのに自分は名乗らんのやつ何。何これ、マじ、マジだからね。えい<あ>です。<laughs> <laughs> <laughs> いや、それじゃないんだよ。<laughs> ゲームの中の名前とかじゃなくて普通だってリアルの世界だったら「何々と申します」「何々です」って来るじゃんこれもう名前聞いてくるときに僕の本名は「太郎佐助ですとか言って「あなたのお名前は?」って聞いてくるならまだまだ分かるかちょっとはね常識ある人だと一方的に聞いてくるの俺はジャルビスだけどお前の名前本名「リアルは?」って聞いてくるのゴミやんけミヨジだけでいいとかさまだな マジで本っ張か消えてほしいよこういうやつ <laughs> チャールズです <laughs> もしくはフリーキーだけです <laughs> 聞いてくるやつ代表 <laughs> えー、君ならどうかいっす、はい、個人情報本名を聞かれている、うん、データを個人情報にいってリアル攻略しようとするバカが、うん、マジでカスカスカス怖っ <laughs> と俺の心の中ではこんな思われてんな <laughs> 当たり前だって <laughs> 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 めつらはな最低限のリテラシーあるわけだからそうかまあそうかうちょっと耳が痛いな今日そんな生思われてんだそうそこの啓発もね兼ねてね思考性がある啓発ですねこっちしか向いてねうんまあどう返すそうなん本名うんえでもなんかさっきの言うは言わない方がいいのか結局ほころびが出るんだ嘘言うと まあい、いろいろと後は後とかね。ああ、かといってな、うん、本名を言うわけにもいかないし。それは絶対ダメよ。ええー、わかんないな。で、かつさ、自分男なんだから、うん、男の名前は言えないじゃん。うん。男の名前出したらダメだもん、うん、そこで。そういうのをあんまり言わない方がいいんじゃないのみたいな、うん、啓発する。まあまあまあ、そうこうも一つの手ではあ、ね。あーとりあえず、じゃあ、答え見ていいうん。あれ 何もギャグは通用しないわけで中身も雪の子ですって言ったら切れるんだ最悪お前さっキャラ名だろっつって名前聞いてるっつってんだろがみたいないや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 だから本名ですって何言ってもそんな名前いるわけねえだろとキラキラネームかっていやそうだって言っても信じないんだよ 雪の子なんて名前のやついるはずがないとそう雪ならわかるよでも雪の子はいないだろうとノはないだろうとそれっぽい名前にしたとしても信じないまず本名をつけるっていうのはなかなかないから信じないんだ50点かこれで切るのも腹立つけどなお前も言えよそうなんでうこいつは僕はジャルディスでしか言わないから正解が分からん これ正解わからんわだって嘘は言えないわけでしょ、うん、慎太郎ですっては言えないよねさすがにうんにうん、嘘は言えないんだろうどうすればいいんだろうどういうふうにいくか答え見ていいちょっと,ちょっと次言っていただければえ何え <laughs> <laughs> あえっミキって言うんだよ、うん、恥ずかしいからみんなには内緒だよって言ってお前は何やってんだ <laughs> <laughs> モニターの前を、お前は一体、あの、ミキの着ぐるみを着て、樹木のね。その時だけ、なりきるわけね。そうそうそう。樹木のミキに。自分は今、木だから。うん。うん。で、だから、ミキですよ。ミキって言います。で、木だから、苗字とかないから、もうミキしかないから、自分は。で、漢字とかもないから、まあカタカナないし、ローマ字ぐらいの表記にするんよ。あー、なるほどね。 ああ、漢字の幹ではなく、カタカナカナないし、ひらがなか、あえて漢字わかんないかうにしてあるから、優しくするわけだ、日本語なら、ひらがななら最悪わかるだろうと、幹だよって、向こうはイントネーションもわかんないじゃん、幹なのか、幹なのか、幹なのかかんないわけだ、文字にするだけで向こうは、ええ幹ちゃんって言うんだって、もうこっからもう、あ、何幹なんだろうって思い出す。 木の幹だなそうそうそうう自分はもう樹木ですからと一個聞いていいこれさモニター前のて楽しいの楽しい楽しい嘘はついてないのこのやり取り楽しい木の幹をコスプレまで用意して着ぐるみまで用意してこれやり取りするのはうん <laughs> メリットあんのか <laughs> まあ向こうを気持ちよくさせる、うん、まあ寝顔の仕事の一つでが<え>実はミキってまさかこれそう俺がネッ,実は俺ネットで名前聞かれた時、うん、ないし個人的に連絡を取ってしまった時の,、うん、あの女性ネームがミキにしるミキって言っちゃううん ってことか<う>これ本当なんだこれ俺のガチガチ設定だからかまの雪の子ちゃんの <laughs> 中の女性はミキなんだミキちゃんっていうのでもモニターの前木のミキなんだ,だ俺が体が木みたいに太いから <laughs> あ俺樹木だなでそっから来てるからねミキはね,だねあの今構想聞いてる人で本当にミキちゃんっていう人いるかもしれないけどそのミキちゃんとは違うから。<laughs> これ、俺樹木ちゃんから来てるから。ああ太って,てるけ、うん、樹木の木の幹みたいになってるから。枝なんもないよ。ああ、あだだな。<laughs> それッパけの木と一緒よ、俺。<laughs> <laughs> <laughs> 嘘はついてない。もうこ,これなら大っぴらに言えるな、確かに。うん、そ,うそうそう。 でとかもないし後ろめたいことやるなってことか相手はクソだけどうんそうだね周りにもかからないな子の RP だからあんま騙すタイプはないってことかうんえ面白いな教えても下の名前まで偽名でもフルネームを教えると無関係の第三者に被害が出る危険性ありこれ大事うわ検索されるからかでこの人だみたいになっちゃうかワンちゃん だそう下の名前も漢字を使わないのもそういうことなのさな、ね、ネットスト…移動詞みたいな感じなんだもなでなんか IP とかからさ名前と紐付けてこう頑張って調べようとするバカもいるんだよ <laughs> いやなんか調べたけど君の名前出てこなかったよみたいなやつもいるから気持ち悪いんだそういうやつ <laughs> <laughs> いやー電話番号をググって住所調べようとした過去はあった、うん、気持ち悪いんだよ <laughs> <laughs> ですよねうんよくない分かった分かった人間の名前までねせめてね仮にね上の名前も適当によく多いさ佐藤さんとかつけても佐藤美樹さんっていう人はいるかもしれないいるよね多分そういう人に被害を被るかもしれないからそこは絶対言わないようにすいませんはいごめんなさい気をつけてごめんなさい頼むぜうわ Love you <laughs> is easy cause they're <laughs> beautiful. Make it love in you is your life